バーリー・ドハーティは、イギリスの小説家、詩人、脚本家。カーネギー賞を二度受賞し、主に児童文学で知られる。生は、ドハティ、ドアティと表記されることがある。1943年、リバプールにて、父、ウォルター・ホリングスワースのもとに三人の子供の末っ子として生まれる。4歳の時、初期の作品の舞台にもなるホイレークに引っ越す。父は、 鉄道員として勤める傍ら、地元市に詩を投稿するなど、執筆活動に熱心で、その父から物語を受け継いだと後に述べている。それに習い5歳から、初めのうちは父にタイピングしてもらいながら、地元市の子供向けページに14歳で資格が、亡くなるまで詩や物語を投稿した。2004年の改造で夢を抱いたのは私ですが、その夢を育てたのは、 父です。父は、毎晩寝る前に、ベッドで話を聞かせてくれ、またよく二人で一緒にお話を作りました。キャッチボールをするみたいにアイデアを出し合い、あるところで、父が、もういいや、とボールを置き、あとは、自分で仕上げられるだろうというのでした。と語っている。アップトンホール修道院附属学校で学んだ後、ダラム大学で、英語学を専攻し1965年に卒業。 その後、リバプール大学で社会科学の準修士を取得。1978年に出産し母親となった後、シェフィールド大学で教育学の準修士を取得。この時の創作作文コースの課題として、修道院附属学校を描いた小説が地元のラジオで放送され、ドハーティの最初の大人向け小説レクイエムの下敷きとなった。ソーシャルワーカー。 教師として働いた後、BBC ラジオ、シェフィールドの教育番組の執筆、制作に2年間携わり、そのうちのシリーズの一つが、ホワイトピークファームとなる。子供時代の新聞への投稿から20年以上を経て、自身の子供たちが小学校に入学すると、本格的に執筆を再開。1982年に How Green You Are を初出版し、翌年から、 本業の作家となった。児童、青少年向け小説や絵本を30作以上執筆。作家フィリップ・プルマンは、ドハーティの強さは常に、感情の誠実さにある。と評している。3作目、ホワイト・ピーク・ファームは、初の年長者向け作品で、現代の農家一家に起きる変化を描いた。自伝的小説とも評されるが、ドハーティ自身には、 ラジオ番組制作のため行ったダービーシャアの10代の子供へのインタビュー以外に農業体験はなく、そのダービーシャアがこの小説の舞台となっている。また後に、ダービーシャアのピーク地方の農場にある畜300年のコテージに移り住んだが、農家にはなっていない。各ジャンルは様々で、ディアノーバリでの10代の妊娠、ヘビの意志秘密の谷での養子縁組、 ライオンと出会った少女でのアフリカのエイズ孤児と自動売買といった現代の社会問題を取り上げた作品の描写にはソーシャルワーカーでの経験が生かされている。自動書ティリ,リーミントザドドでは自然誇論者として種絶滅の危機を取り上げた。スペルホーンでは盲目者の体験を探るためにファンタジー設定を用いた。歴史物には1860年代のロンドンが 背景のストリートチャイルドやヘンリー・パッセイチ生時代が背景のトゥリーズンがある。ドハーティ自身の家族史を元にした作品、シェフィールドを立つ日では自身の両親の結婚談が描かれ、ザ・セーリング・シップ・ツリーでは自身の父親と祖父の人生が描かれている。ドハーティにとって祖父母は自分の遠い過去への生きたつながりだというが、自身の祖父母は生まれる前に全員他界していたため、 母方の祖父母をシェフィールドをタつ日で、また父方の祖父をザ・セーリング・シップ・ツリーで、それぞれ再生させたというディープ・シークレットの着想を得たレディ・バワー・チョスイチ。ドハーティの作品には場所を強く意識させるものが多く、風景に触発されていると自身で述べているほか、作家トーマス・ハーディの持つ風景の中の人々の実感を称賛している。 現在ダービーシャーのダークピークにあるイデルに居住しており、ピーク地方を背景とした作品を多数書いている。チルドレン・オブ・ウィンターは、ペストの蔓延したエアムの村に大まかに基づく話で、ディープ・シークレットでは、レディ・バワー貯水池のために水没した二つの村が、じ突されている。ファンタジー・エホン・ブルージョンは、ダービーシャーのキャストンにあるブルージョン洞窟に、触発して作られた。 児童やティーンエイジャーと一緒に物語を作っていくことも多く、初の著書ハウグリーンユーは、シェフィールドで教師として働いている間、自分のクラスの一つで読み聞かせるために書かれたものだった。タフラックは、アーティスト・イン・レジデンスとして過ごした、ドンカスターの学校の生徒と一緒に作られた。スペルホーンでは、盲目の子供たちとの様々な作業を通して、作品作りの研究を行った。 児童向け小説で有名だが、大人向け小説には、レクイエム、ザビネガー・ジャーがある。1993年に、詩集ウォーキング・オン・フロアを出版。他の詩集にもいくつか詩が載っている。1998年には、ストーリーポエムと呼ぶ詩集ザ法政権マーマン、アンド・ザ・ストーリー・ポエムズを出した。またド・ハーティの詩ヒアライズ、エイシティーズ・ハートは、 シェフィールド芸術委員会によって、シェフィールドの歩行者商店街に刻まれている。ラジオドラマを多く書いているほか、劇場演劇にも脚色、オリジナル作品を含めていくつか書いている。1988年にホワイトピークファームを BBC1 で、また1994年にチルドレン・オブ・ウィンターをチャンネル4で、それぞれテレビドラマに脚色した。 また2001年に BBC2 の教育番組、ルックリードの一部として放送された、サイバースペースに閉じ込められた二人の子供たちのシリーズ、ザザップワードマスターを執筆した。音楽に載せる作品として、子供用オペラの台本を三作書いている。ドーター・オブ・ザ・シーは、同名の自称説から脚色したもので、2004年に、初演奏。ザ・マジシャンズ・キャット、ワイルド・キャットは、 共にウェールズナショナルオペラの依頼で制作された。ありがとうございます。